皆さんこんにちは、マックスプレイです。先日のリンゴその後でございます。じゃーん。そしていつものバーに持ってきました、マスター、マックラー。こんばんは、また登場しました、マスター。はい、このリンゴをわがままに使ってまたちょっと一杯お願いしていいですか。かしこまりました。いきますか、はい、リンゴのお酒って私ほぼ知らないんですけど、はい、いけるもんですか、可能性はあります。あんまりメジャーどころないんですけど、はいはいはい、はい、何個か やりたいと思います。お願いします。いってらっしゃい、リンゴ。マスター、準備が整ったとのこと。はい、頑張ります。まずリンゴ切りたいと思います。あ、じゃ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 ん。およくわかんねえ、ね。はい、ありがとうございます。いや、リンゴはすりおろしたのが一番美味しいと思うんで。おお、はい、いいっすね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 。すりおろしていきたいと思うんですが、はいはいはい、なんか料理動画みたいになっちゃいますけど、すりおろすとき、このできれば先にレモンをこう、なるほどね、色がこう茶色くなるのが防ぐために。その通りです。すごい料理動画だ。あとはこれを、いつからマスター料理チャンネルを。その枠狙ってます。皮ごと。はい、やっぱり皮ごと。ね、皮ごとがいいですよね。香りとかね、深みみたいなこと考えてもね。やっぱ栄養もあります。小さい頃に風邪をひいた時のあれみたいな感じだ。そうですね。今日はリンゴがでかいんで贅沢に、この部分は後で。おお、後で食べますね。食べます、自分で。マスター、噂によると私が差し入れしたリンゴを一個ただ食べたとか。はい。お客様にも提供せず。はい。かじらしていただきます。めっちゃ美味しくなかったですか、このリンゴ。めっちゃ美味しかったですし、本当に一個食べただけで満腹になりますね。味覚もでかいっすよね、うん、いや、料理してる時に、はい、そのビーフシチュー作ってたんですけど、はい、玉ねぎと横に並べたら玉ねぎ普通のサイズなのに、うん、なんか小玉ねぎみたいになってて、いいですね。わあ、すごい、小さい頃の本当に熱出した頃を思い出す。まさかバーでそんなことを思い出すなんて思わなかった。体にもいいですね。ねえ、1日1個のリンゴで病気知らず、はい、でしたっけ。はい、言いますよね、医者いらず。あ、そうだ、医者いらずだ。皆さん、1日1個のリンゴで医者いらずですよ。これでかいんで、半分でいい。半分でもいらないかもしれない。半分でもう医者いりません。そうしましたら、こいつをガツッと。おお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 お、すごい量シェーカーに入れましたね。入れまして、で、使うお酒、今日はこのズブロッカという。あ、出た、ズブロッカ。ウォッカーですね。はい、はい、これ村井さんの上司の上田部長が大好きなズブロッカ。上田部長、ズブロッカ大好きなんだ。はい、需要競争にいいと言われてます。ちょっと、なるほど。少し味が柏餅みたいな味がする。あ、ちょっと甘めなんだ。はい、それでリンゴとこう合わせることで、あ、結構面白い味になるんじゃないかと。いや、シャカシャカします。お願いします。すごい、ドカンと出ちゃいましたね。最後ダボって出ましたね。ちょっとこれ多いんで一個取りに。うわー、すごい、出来上がりです。カクテルの名前は、こちらビッグアップルというカクテルになります。ビッグアップル、はい、いただきます。マスター、ビッグアップルいただきます。どうぞ。ビッグアップル、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 アップルパン。
アップルバンク乾杯。わ、ね、めちゃめちゃうまい。あ、うまい。これ本当は普通のウォッカを使うんですけど、はい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 、ズブロッカを使うことによって、うん、少し、なんて言いますか、食べる、はい、デザート感がある、食べるお酒だ。スプーンが欲しい、スプーンが、はい、え、すごい美味しいんですけど、マスター、ビッグアップル、ビッグアップル、じゃーん、スプーンです。リンゴの量がやばい。いただき。あー、うまい。いや、フルーツってだけで美味しいのにお酒が混ざる。いや、もう先日のあのオレンジブロッサム、みかんジンもそうでしたけど、果物の果汁、ほぼ果物の果汁に対してシンプルに酒を1割か2割か入れる、この組み合わせ神っすね。そう、シンプルじゃベストですね。素材がいいものはやっぱりめちゃくちゃうまい。あんまりいろいろしない方がいいと思う。うん、これは美味しい。皆さんもやってみてください。ただすいません、先日私が友竹商店で販売したリンゴはもうすでに終わってますので、あの地元のスーパーでリンゴやってみてください。欠点は欠点は飲みづらいってことですね。酒が入ってこない。これは本当デザートですね。食べるものだこれは。そうですね。いや、めちゃくちゃうまい。あの酒ってうまいんだな。リンゴのうまさってのもあるけど、酒がうめ。そしてマスター、はい、まだ先ほどのビッグアップルが残ってるこの状況でさらにもう一杯作ってくれる。はい、何を。今度はあのカルバドスという、リンゴのブランデーのハイボール。これがカルバドス。はい、原料がリンゴでして、すごい。洋梨なんかもちょっと多少は混ざってるんですけど、基本的にはリンゴのブランデーって言われてます。皆さんどんどん知識が増えていきますね。カルバドス、リンゴの。それに先ほどのあのリンゴをちょっとあの切れ込みをたくさん入れて、あ、すごい。これ入れて、まあ風味を余計つけて。めちゃくちゃたくさん切れ込みが入ってましたね、今。で、ハイボールはウイスキーと炭酸水ですけど、これはそのリンゴのウイスキー、そして炭酸水。リンゴのブランデーになります。あ、ブランデー、失礼しました。リンゴのブランデーに炭酸水で、はい、そうです。もうドシンプル。ドシンプルですね。爽やかに。これまた、ちょっと村井の商品開発部がはかどりますね。渋谷で夜な夜な開催される村井の商品開発部。いつかね、こういうのをね、何か商品化したいなとか、毎度毎度思いながら、だって美味しいもん、こんなん。コロナじゃなければイベントやって全員で飲んだよ、これ毎週のように。ニコニコのマックスムライブで月一ここでやってたんですよ、皆さん。ですよね、懐かしいです、ね、あれやりたいな、これとかみんな飲んでほしいもん。というわけで、あのリンゴのカルバダスのソーダ割りで、なんだマスターちょっと手抜きなんじゃないかって思ったかもしれないんですが、マスター手抜きですか、はい、実はあの一緒に、え、嘘、いつの間に、一緒に食べていただきたい、まあ、生ハムメロンならぬ生ハムリンゴ。すげえ、やったマスター、完全にこれやらかした、はい、こちらをまあ食べながらこうね、リンゴの、まあ、ハイボールを飲むっていう。ありがとうございます、はい、もう早速いただきます。どうぞ。いただきます。リンゴのハイボールから。うん、すごい香りがすごい、はい、え、こっちのリンゴの方が、さっきのビッグアップルの方が果肉果肉してるのに、こっちの匂いよりこっちのリンゴのブランデーの香りも込み込みですけど、はい、もうこの距離ですごいリンゴだった。香りがやばい、際立ってる、相乗効果出してる。炭酸がやっぱ香りを上げてくれますか。あ、そうだ。で、リンゴの味がする。炭酸水に、違う、ハイボールにリンゴの味がする。え、すっごい、これ初めて飲んだハイボール。アップルパンクハイボール。
押します。続きまして、リンゴの生ハム、リンゴの生ハム、うわすごい蜜、カメラ越しにもお分かりいただけるでしょうか、このとんでもない蜜の量。初めて、いただきます。うん、え、うまい、食べましたマスター、これ、え、めっちゃうまい、食べました、いや食べてないもの出したみたいな。いや、でも合う、めちゃくちゃ合う、間違いないと思うんですよ、やっぱり 塩っ気とリンゴはやっぱり相性いいですし、生ハムの塩っ気とこのリンゴの甘さ抜群、あとこの皮もそのまま入れてくれてるじゃないですか。そうです、ね、この奥行きがやばいですね、これ本当家でも簡単にできますので、ただ乗せとくだけです。はい、でもただ乗せるだけでこのおしゃれさっすよ。え、めちゃくちゃうまいんすけどこれ。ありがとうございます、ブラボーですマスター。いや、こうして今夜もですね、私山から持ち帰ったもので、その渋谷の秘密基地で商品開発に勤しんでおります。何が実際に商品化までできるか分かりませんが、もう友竹商店も無事リリースされましたので、あのバンバン告知していきたいと思うんですけれども、これただ飲んでるだけではございません、あのこういうことを通じて皆様が笑顔になってくれるような、もう口にした瞬間にうまいって第一声で出てくるような、もう飲めば分かるんだろうっていう、そういった商品をですね日夜作ろうと、もう全力で走っておりますので、引き続きよろしくお願いします。概要欄に友竹商店のリンクを入れておきましょう。今回ここに出てるものは何にも買えるものは一個もございませんけれども、会員登録しておいてください。ぜひ皆さん次回バーンと出た時にはご購入いただければと、美味しいものを届けたいと思います。マスター、本日もありがとうございました。ありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。こちらこそです。この秘密基地がどこか知りたい方は教えたくないんですけど、概要欄の一番下にこっそりリンク入れておきます。内緒ですよ、誰にも言っちゃダメです。くれぐれもよろしくお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。さよなら。